バークリー音楽院教授のアンソニー・ビッティです。これまで世界各地をツアーしたり、テレビやコマーシャルなどの仕事でプレイしてきましたが、私はいろいろなスタイルの音楽に対応できるベースプレイヤーになることを第一としてきました。私のプレイは伝統的なベースの役割を果たしているものだと思います。タイム感やフィーリング、グルーブなどを大切にして、ソロは控えめにといった感じです。私はベースプレイヤーにとってソロを取るということは必須科目ではないと思っています。私は常に実用性のあるテクニックを教えています。この競争の激しい音楽業界ではそれが一番役に立つのです。このビデオの中で私はリズムセクションの一員としてのベースプレイを教えます。もちろん皆さんはベースプレイヤーで、リズムとハーモニーの架け橋の役割を果たしているのです。そして大抵はグループ内で一番重要なメンバーとなります。強力なベースプレイヤーは他のメンバーをサポートし、高いレベルのプレイヤーと引っ張っていくのです。まず最初のパートではフィンガリングのエクササイズに触れていきます。フィンガリングエクササイズはテクニックをサポートするだけでなく、プレイ中の思わぬ怪我からも守ってくれます。練習では自分の能力の限界にチャレンジしましょう。だんだんテンポを上げていき、練習を難しいものへとしていくのです。このビデオでは私は4分の2拍子のクリックを使っています。これは四分音符を正確にプレイするためで、テンポを体に覚えさせやすいし、4拍子を使うとクリックに頼りすぎてしまうからです。私自身が練習するときでもクリックは2拍子でやっています。それは自分の体にタイム感を覚えさせる良い助けとなるのです。タイムをキープするということは、何もドラマーだけの仕事ではなく、バンド全員の仕事なのです。だからここの練習はしっかりとやって、フィーリングをつかんでください。
Thank you.
パート2では音のインターバルについてのごく基本的なこととフィンガーボードの知識について触れていきます。フィンガーボードについてよく知らないために自分のプレイに限度ができてしまうのは避けたいことです。フィンガーボードのどこにどの音があるのか分かっていないということは楽器にコントロールされてしまっているということですね。やはり自分が常に楽器をコントロールしたいものです。私のフィンガリングは時には複雑に見えることがあるかもしれませんが、それは簡単な運指よりもサウンドの良さを第一に考えて弦とポジションを選んでいるからです。正しい音楽的な語法と音の知識を持っていれば楽器を自由自在に操ることができるのです。これはプレイヤーにとっては究極のゴールです。
パート3では R&B、フィンガースタイルのプレイやスラップスタイルのプレイを練習します。明らかに間違ったアプローチをして、自らフィンガリングを難しくしているプレイヤーをよく見かけますが、プレイするスピードや音数にこだわらずに、プレイを充実させる方法として、音の間にスペースを空けるというやり方があります。要するに、グルーブにスペースを与えるんです。そうすれば、そのスペース自体がリズムのノリとなり、プレイしないことで逆にグルーブが生まれます。細かい16分音符のフィーリングでも、スペースを空けて他のメンバーとのノリを分かち合うのです。ドラマーとソロイストがノリを分け合ったりして、要はみんなで会話するのと同じことなんです。そのことを頭に置いて、会話に応えるようにプレイしてみましょう。くれぐれも一人で喋り通さないように。それと、私のフィンガリングにも注目してください。見た感じは良くないかもしれませんが、私はサウンドを第一に考えて、ポジションを選ぶように心がけています。
パート4ではリズムのエクササイズを紹介しましょう。全音符から16分音符、3連符のパターンなどを異なるエクササイズの中で組み合わせてみます。また今までとは違ったもの、例えば2ビートフィールのスイングやスイングの要素が少し入っているヒップホップ、また基本的なラテンのフィーリングなどもプレイしてみましょう。これらの違ったスタイルに触れるということは、そこから自分の一番好みのスタイルを見つけるということもできるし、それらをより深く追求することによってより優れたミュージシャン、ベースプレイヤーになることもできます。セッションによってはいつどんなスタイルが必要になり、自分がどんな状態に置かれるのかも分かりません。だから常に基礎知識さえ持っていれば、このような状況を乗り切ることができるのです。
Thank you.
最後まで一緒に練習してくれてありがとう。機会があったらぜひ私のウェブサイトをチェックしてみてください。私のオリジナル曲と教則本の情報が掲載されています。最後にトモ・フジタ&ブルーファンクの演奏をお届けします。これからもプレイを楽しんでたくさん練習に励んでください。音楽は競争でないということを忘れずにみんなで楽しみましょう。